借りた航空は、アメリカ合衆国ミシガン州に本社を置く、貨物航空会社である。1997年、アメリカンインターナショナルエアウェイズ創業者のコンラッド・カリッタが同社を退社した上で新たに創業。アメリカ輸送軍航空機動軍団との契約によるチャーター便を数多く運航している。コールサインのコニーは東航空創業者の愛称に由来する。前述の通り、アメリカ軍との間でチャーター輸送の請負契約を結んでいるため、在日米軍の横田基地や嘉手納基地でも運航されている。2019年3月、日本の国土交通省から外国人、国際航空運送事業の経営許可を受け、同月31日より、中部国際空港経由の貨物定期便を、同年8月から、日本航空との共同運航による成田シカゴ間の定期貨物便の運航を開始した。2020年2月には、神奈川県横浜港に停泊中のクルーズ船、ダイヤモンド・プリンセスで、新型コロナウイルスの集団感染が発生したことに伴い、アメリカ政府からの要請で東航空機材によるチャーター便2機を羽田空港に派遣。同船に乗船していたアメリカ国籍の乗客計328人を羽田からカリフォルニア州とテキサス州の空軍基地にそれぞれ移送した。なお、東航空が事業を始める際に最初に所有したボーイング747型機は JAL から購入した機体であり、2020年現在でも JAL に所属した経験のあるジャンボ機を複数保有している。2020年4月現在2019年3月現在。ありがとうございます。